ただいてます。チーム正門と申します。我々は草加市の正門小学校という、小学校の、在校生で生まれたチームでございます。6年目になりますけども、その小学生、そして、卒業した中学生や高校生、さらにはその保護者などが集まって、みんなでよさこいを踊っています。この会場では今年、我々が挑戦をしているオリジナルの新曲をお披露目したいと思います。自分たちの青春時代であるこの小学生から高校生まで精一杯よさこいを踊り切るということを目標にしています。ぜひ皆さんから大きな手拍子と、そして大きな拍手をいただけるような演舞をしたいと思います。沿道のお客さん、そして2階からもたくさんのお客さんが見ていただいてます。そのお客さんに向かってチーム正門精一杯踊ります。よろしくお願いします。それでは参ります。チーム正門青春の輝き、構え。真実だってこう
大きな拍手をいただきました。お客様に向かってチーム正門でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。